っぱり先生、あのコースのなんてマウンドの作り方とかがいいですね、はい、鳴沢はいいですね、戦略的でね、回ってて気持ちがいいね。こういったところで1日、子どもたちが1日 ね練習させていただいてるっていうのがいいですね、はい、こういうところから世界に羽ばたく選手が出るんじゃないかな、うんうん、まあ、いいコースからいい選手が出るね。解説よろしくお願いします。改めまして、いい天気ですね。いや本当にいい、もうこんな環境で練習できるなんて、はい、本当ジュニアたちは幸せです、ね、はい、ちょうどキャンプやってまして、はい、サマーキャンプ2週間、鳴沢ゴルフクラブと、ね、富士桜カントリークラブ、うん、まあ先生がね、はい、あのやっぱりトーナメントコース、まあ、難しいコースでね、はい、合宿をやらないとうまくならないということで、はいはい、いやー羨ましい本当に、ね、高速グリーンとついこの間ここがトーナメントがあったばっかりで、はい、トーナメント明けのコースなんですごく綺麗ですね。うん、本当ですね、はい、ピカピカのコースで練習させてもらってます、うん、まあ先生ね本当にあの、まあ、日本のねトップジュニアが、うん、あのここに集まってるわけですけれども、そうですね、本当に来てくれてまして、はい、日本中のいい選手を実は扱ってるんで責任も重大なんですけど、うん、まあ、非常に楽しい。そうですね、まあ、この間もね日本アマで準優勝、うん、そうね、15歳の教え子、うん、中島君っていう子が、はい、小学3年生から預かってた子が中学3年生で日本アマチュア選手権準優勝してくれまして、すごく、はい、まあ、このプログラムの成果っていうかね、うん、すごい良かったですね。あの、まあ、僕もあの金谷君もねちょっと知ってたんで、あのどっちを応援するかちょっと困るなっていう感じだったんですけど、いや、うまかった安定していてね、まあ、ただいずれにせよね、ああいう子たちがこれからのまあゴルフ界を、まあ、日本のゴルフ界をね、うん、まあ、担っていくということ で、うん、でちょっと僕が思ったのはだから、まあ、そういう意味ではだからこれからね彼らがどう育っていくかっていうところが、うん、すごく重要なのかなという感じがしていて、そうそう、この間の日本はもうベスト8の半分ぐらいが高校生、中学生、そうですね、はい、まあ、ベスト4も高校生が2人、大学生が1人、中学生が1人、はい、なんか本当に日本ジュニアみたいな感じだ。これどうなんですか先生、その若年化の傾向っていうのはどう分析されてます？いや、あの特に女子はですね、うん、高校2年生の子たちが、うん、まあ、史上最強と言われてるんですね、はいはいはい、もちろんその勝みなみさんが昨年優勝して以来ね、うん、そのライバルだった子たちに火がついて、はい、その沖縄の新垣ひなさんという子が3週連続でベスト10に入ったり、うん、はい、まあ、その子はやっぱり高校2年生ですかね、うん、あと中学2年生の山口静香ちゃんというのが、その子が全米女子オープン出場したりとか、就学生からその高校生までの若い世代の子たちがプロと対等にやると、うん、まあ、同じ流れが男子にも来ていて、はいはい、まあ、間もなくその若い世代の子たちがプロと対等にやれるんじゃないかなと思ってますね、うん、なんかね、この間ね僕藤田博之プロとちょっと話をさせていただいて、うんうん、で、まあ、本当に藤田さんが、ね、言ってたのが、要は日本と世界の差をね、うん、しきりに言うわけですよ。そう、結局だから日本のゴルファーもやっぱり日本のゴルフ場だけでやってると、うん、やっぱりあのやっぱ世界に出た時に、うん、やっぱりちょっとその例えばその攻めあのマネジメントのオプションがね、うん、あのいっぱいありすぎると、うん、だからやっぱり日本でやってるとちょっとそこに戸惑いがあったりとか、うん、やっぱりいろんなところでコースの質が違うので、うん、もうちょっとやっぱ環境をね変えていく必要があるみたいなことを、うん、藤田プロが言っていて、だからまずプロの選手が海外出てほしいね。そうですね、本当にアジアとか世界の試合に積極的に出ていってもらって、うん、そこで活躍してもらえれば、うん、若い世代も僕たちも行こうという気になるから、うん、若い、まあ、日本のシードを確保するのがすごい重要なのも分かるんだけども、うん、そうですね、どんどん出ていってもらわないと。本当にそう思います。あの吉岡さん先生のところでは、はい、あのもうデータをきっちり取ってるじゃないですか、うんうんうん、あのトラックマンとかフライトスコープを使って、うんうんうん、それはやっぱりあれですか、もう結構早くからその重要性については、もう5年ぐらい使っていて、もともと僕物理の先生だったんで、はいはい、面白そうだなと思って、うんうん、で、まあ、いろんな子たちが出入りしてるんで、うん、まあ、日本中のトップジュニアのデータは5年ぐらい取り続けてるんで、うんうん、だいぶ傾向も分かってきたし、はいはいはい、まあ、メリットデメリットその使い方も分かってきたとは思ってるんですけどね。今どうですかそれで、じゃあ例えばその今のそのスイングの傾向っていうかな、うん、そのこの間ね、はい、ネットでそのマキロイとか、はいはいはい、そのジョーダン・スピースのデータが出てたんで、うんうん、まあ、面白く見てたんだけど、はい、作られたスイングじゃないっていうのがナチュラル本当子供の頃の遊びの延長で
プロでもやってることがデータから明らかに分かる。それはどういうデータから分かるんですか。例えばマキロイの場合は、はいはい、まあ、セオリーからすればね、はい、クラブの軌道とフェースの向きは同じ方向っていうのがセオリー。インサイド来たらオープニングに行ってドロー、はいはいはいね、アウトサイドから行ったらフェースはクローズ気味に行ってフェードなんだけど、うんうん、マキロイの場合はインサイドからフェースをクローズネガティブに当てて引っ掛け、うん、左の方向に引っ掛けストレートを打ってる、はい、これがあのボールスピード78ぐらいの強烈なスピードで飛んでって、うん、だから340ヤードぐらい飛ぶんだけど、うん、実はまっすぐ飛んでいない、目標よりも10ヤードぐらい左に向かってストレートを打ってるっていう、すごく癖があるのことが分かってびっくりした。そうですね、あの、はい、アカデミーに行ったら直されちゃうね、すぐ。そうだからマキロイがその足の怪我して復帰して、うん、あの自分のサイトにあの一発打ってるの上げて、うん、あれも見てみると本当にあれこのインサイドアウトでこっちに球飛ぶのみたいな感じですよね。そうそう、インサイドアウトに振りつつフェースをクローズに当てて左に引っ掛けボールを、そんな感じだからちょっとパッと思いますね。だから彼失敗するとき左に叩き込むよね。だけどそれはもう要はあれですか、感性で作ってきた、そう、それを打点を微妙にヒール用にずらしてストレートにしちゃうんだね。まともに真ん中で打つとチーピンしちゃうから。あー、なるほど。たまに左にすっ飛んでって OB とか打つよね。ジョーダン・スピースも同じようなもので、やっぱりそのちょっとこれでいいのかなっていうような感じがあるね。まあジュニアの延長でやってる。あー、だけど精度は高い。まあもうとにかくフェースのそのインパクトの精度は高い。フェースアングルっていうかな、フェースの当てる角度は常に一定だよね。そのだから彼らのそのトップ、世界のトップの傾向から、うん、じゃあ例えば日本のゴルファーがこう、まあ、学んでいくべきことっていうのはどういうことになりますか。だからまず、あまり形とかセオリーにとらわれず、はい、その後のいいところを個性を生かして伸ばしていくと、はいはいはい、ナチュラルなスイングでいいところを伸ばしていくっていうのが正しい。とあまり形を作りすぎてポテンシャルを、そうそうそう、スイングプレーに乗せようとしすぎず、うんうんうん、フェースのアングルも開きたら開きっぱなしでいつも当たってればいいし、ネガティブだったらネガティブで当たってればいいし、うんうん、それをあえて標準値とかセオリーに近づけなくても、うんうん、自己流でも固まってればそっちの方が強いと。それって結構なんていうのかな、新しい、なんていうの、ね、日本人に弱いとこ ね、日本人はすぐ世界とかのデータ見てそれに合わせようとするけど、うんうんうん、僕もその機械使った時は PGA ツアーの平均値とかに合わせよう合わせようとしてやってみたけど、うんうん、結構難しいのね、うんうん、でその子がやりやすいやり方で、まあ、安定してればいいなっていう。みんなピンに行くじゃないか。あ、集中したな今みんな。だって俺やばいっすよ。バーディー行くとなんか安定するのが一番いいということは、まあ、ある程度だからやっぱりそのポテンシャルが出るような動きというかスイングをまずさせてあげて、 そうそうそう、うん、その中でそのクラブの軌道なり弾道を、うん、まあ、管理していくと、うん、いうことの方が大事だってことですね。そんなにきっちりや、うん、やっても打点がもうミリ単位でずれてきたら球はどちらかるわけだから、うん、なるほどなるほど。だからその子のがヒール寄りと遠寄りどちらに当てやすいかとか、開いた方閉じた方どちらの方が操作しやすいかっていうのを見極めてあげて、なるほど、その子に合ったやり方で指導した方がいいなっていうのが